ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大時メインディッシュ今日のお客様は三笠書房から著書心の重荷の下ろし方生きるのが辛い時はやり直せばいいが好評販売中早稲田大学名誉教授の加藤大蔵さん今日はリモートでのご出演ですこんにちはよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いします えっと、前回お越しいただいてから三年半ぐらいの月日が経っております。えー、テレホン人生相談は。何年経ちますか。な、はい。テレホン人生相談はもう何年続いていらっしゃいますか。まあ、六十年ぐらい、<laughs> まあ、半世紀以上は続いてます。<笑><笑>すごいですね。はい、うん。 あの前回お越しいただいた時にいや帰り際にり太蔵さんにお声をおかけして「あ太蔵さんはでもなんか悩みなんかあんまりお持ちじゃないですよね」って言ったらあ帰り際に,りに「悩みだらけです」というふうにおっしゃってたのがとても印象的でとても素直な方だなと思った記憶がございます。 <laughs> はい、しかも前回の時はどんなことからも立ち直れる人というのをご紹介したと思うんですけど、えー、その本は今でも私の手元にございまして、えー、レジディエンスのある生き方ということをご提唱なさっております。 レジリエンスとは何かというと人生の挫折に対,する対処する能力、うんえー、例えばあの子供時代4歳児の時代あの逆さにあったり不遇にあった人でもあのいろんな目にあった人でもそれをのトラウマを抱えながら立ち直れていく人とそうでない人がいるそれはレジリエンスをどう思っているかだっていうお話を伺ったと思いますが、はい、今回は、えー、心の重荷の下ろし方、はい というご問をお書きになりました。はい、えっと今この時代はまあコロナもあれば円高もあればウクライナもあるし、えー、台湾問題も迫ってきてます。えー、っと先生の方にご相談する悩み不安の特徴は。 この2、3年はどんな感じになってますか。本質的な問題はあの、この前もちょっと申し上げたと思うんですけれども、変わってないんですけれども、うん、ただあの、今あの、大竹さんがおっしゃったように、いろんな問題が出てるんですけれども、その特徴は、まあ、 あのまあ、ヘーゲルという人がいるんですが、はい、僕は大学院の頃それこそ70年ぐらい前の話なんです忘れたんですが、はい、一つだけ鮮明に覚えてるのは、うん、その正しいことと正しいこととの矛盾対立が歴史上の最も難しい課題なんだと<ー>まあいう。 実は僕はあのコロナが問題が出てくるから、はい、これは日本にとって大変な問題だということを盛んに言ってたんですけれどもうん、うん、それはどういうことかっていうとあの要するにコロナの感染症の予防するそれを抑えるということも大切だけれども。はい、その もう一つ大切なのは社会が動いていくと、うん、あの経済があの手前しないということなんですけど、はい、この2つが、うん、2> どっちが正しいということはないわけですよ。すね、だけど、うん、ど,っちどっちが正しいということはないけどそれが矛盾対立しちゃうと。はい、で今までののの日本の体験っていうのは、うん その課題を解決するのは大変だけれども、うん、大変だけれどもあのこういうふうに進めばいいという進む道は割とはっきりしてるんですよ。うん、ところが今の問題っていうのは、うん、正しいことと正しいこととが矛盾衝突しちゃってますから、うんうん、どっちもまさにそなヘーゲルがやるように。 最も難しい課題なんですよねなるほどで僕に言わせると今の,あの政府のやり方っていうのは、うん、ものすごく安易なんですよ。両方とも、うん、矛盾してるのに、うん、両方ともその解決しようというような、うん、まあ2等を追って結局、うん、そのどっちもきちんと解決できないという。 大変な日本にとっては大変な時期で、うどうやったって、解決完全な解決っいうのはない、そういう時代に突入したと、ところが、何を勘違いしているのか分からないんですけれども、非常に安易なその解決の仕方を求めるんですよね。両方経済ももううまく回そう感染症も 抑えようここんんななとでできるはずがいだから矛盾衝突してる問題を解決するっていう体験がないもんですから右往左往して結局いつになっても先が晴れてこないというそれでいろんな方がいろんなそのコロナの中で苦しんでるんですけどどうしようもなくなってるっていうかね。 トンネルの先に、うん、あの光あの、うん、が見えればいいんですけれどもうん、うん、どっちにもだからどうにもならないところに来てるんだと、うん、安易な解決はないんだと、うん、魔法の杖っていうのはないんだということをはっきり認識して、うん、ところがそのはっきりこういうこ,とこう今 日本はこういう時代なんだからもうここは我慢するって体験を乗り越えていく以外ないんだという先ほど大竹さんおっしゃったようにそのベジリンスでもこの苦しみを乗り越えていくという姿勢じゃなくてこうやってら解決しますよこうやったら解決しますよって何やってるんだか分からないようになってるわけですよ。 GoTo キャンペーンでねお金使ってやるっていうし、ええね、片っぽではあのどうやってコロナを収めようかといってやってるしまあ両方ともた、ね、なんか経済をちゃんとするにはやったほうがいいしだけどもコロナ感染を抑えるにはやんないほうがいいしね。ええ、<laughs> だからもう魔法の杖はないんだと。うんそうですね これは正面からこのどうしようもないいろんな苦しみを日本国民が耐えて乗り越えていく以外ないんだというのに魔法の杖をでこうやったらいいこうやったらいいってまるでその矛盾衝突している時代を解決できるかのごとくことを言いふらすわけですよ。 今回お出しになったこのだご本にもちょっと通底しますよね。その今のは国がの,対あの対策の話で今この国は解決できない問題に直面してるからそれをちゃんと受け入れた上で。 あの今自分たちは大変なんだよねその中で血を絞ろうって言うべきなのにそこから逃げてるって指摘されましたけど今回出されたこの「心の重りの下ろし方」ってご本の中ではそれを個人のレベルでね自分の人生は大変だと、うん、でもそこからあのいろんな人を恨んだりして逃げるんじゃなくて。 大変な自分の人生を受け入れるところから実はもののやりようが見えてくるよってことが繰り返し書かれていたので、なんか通底するなと思って今お話を伺ってます。そのその通りです。あのその、うん、シーベリーという人が言ってるんですけれども、はい、まず自分の不幸を受け入れる、うん、これがもう大前提なんです。うん、そうすると自分の不幸を受け入れると。 することが見えててくるっていうんですよね、うんうん、ところが自分の不幸を受け入れないと、うん、その不幸にとらわれちゃって、うん、そのいつになっても前が広げない,、うん、ないと。だからまずとにかく自分の不幸というのはどうしようもない不可避的な不幸というのは人間にはもう生まれてからどうしようもないいろんな問題を抱えてるわけですから。だから、うん、その 体が頑強に生まれてオリンピック出る人もいれば体の不自由な体で生まれてる立場からいるわけです。でそれぞれの人間がそれぞれ自分の不幸を受け入れる。そうするとそこで初めて自分のやることが見えてくる。でとにかくそこを何でもいいんですけれども例えば 失恋にしろ失業にしろ不幸ですよね。とにかくそういう不幸を一旦まず受け入れると失恋で言えば自分の恋愛は失敗に終わったとその時にあんな女に未練がないとかあんな男性は私のタイプじゃないとかそういう言い方をしちゃうとその 失から成長でできないわけですよだから今の苦難をどう自分の成長に結びつけるかっていう時にとにかくまず自分の不幸を受け入れるそうするとすることが見えてくる大体いい神経症者っていうのはできないことをやろうとしててやるかできることをやらないわけですよそれで僕ばっかり言ってるわけですよ。ですから そこら辺のところのあの、うん、ことをどうしても分かってもらいたいなと思ったから、うんうん、そういう本を書いたんですけれどもね。うん、あのその中でのことですけど心の重荷を背負って生きることそれを下ろすようにというふうにおっしゃってますね。一つの例がここにあって、えー 孤独になることを恐れて嫌いな人にしがみついて生きるあのーはい、現代人は特にこの孤独みたいなことを恐れてると思うんですよ、はいあのー。そうでなくても年寄りはどんどん孤立していってるわけですからね。はい、そうなってくると まあこのなんていうの先生のおっしゃったら嫌いな人になんかちょっとしがみついてもなんか孤独じゃない方がいいなみたいなことをみんな思っちゃってると思うんですよね。ええ、だからあの、うん、いくらでも幸せになる機会はあるんですけれども、うん、例えば結婚していてご主人がもう働かないわ酒ばっかり飲んでるわ、うん、もう。 どうしようもない暴力は振るうわと、うんうん、こんなの分かればいいわけですよ、はい、ところがじゃあ分れとご主人の文句を言う女性にじゃあ別れなさいって言うと別れないんですよね、うんうん、それはなぜかっていうと別れて一人になるのが嫌だからこんなもう暴力を振るう夫でも一緒にいた方がいいとつまり 幸せになりたいですかって言えば幸せになりたいって言うんですけども、はい、幸せになりたいという欲,欲望よりも孤独のの恐怖怖方が怖いんですよね、うんうん、だからその孤独の恐怖の方ををに動かされちゃいますから不満を受け入れちゃう不安を避けようとするから。 その暴力を振るうは働かないわ、うん、というそういう男性でも、うんはい、その男性にしがみついて分かれないわけですよ。うんうん、こんなのは、うん、先ほどの話じゃなくて、うん、不幸を受け入れれば自分の結婚はこういう結婚だったとこういう夫だったと、うん、その不幸を受け入れれば、うん、それは もうそれじゃ別れようっていう形になるわけですけれどもそこがその不幸不幸と不満の選択で人は不満を選んじゃうんですよね。でその孤独になることを恐れてずっと文句を言いながら延々と結婚生活を続けていくということなんですね。 それをこうやっぱちゃんと受け入れてるっていう受け入れてまあはたから見ればね、うん、すぐ別れちゃいなさいよっていうのが当然ですよね。うんええ、そうなってくるとそもっと突き詰めていくと、まあ、ここの心,心の重荷を下ろすコツに書いてあるんですけど自分が感情の自分の感情の総責任者になるというふうにお書きになってますね。 なんか自分が辛いのは、うん、そのこういう不幸な結婚をしたからだっていうふうに、うん、不幸の感情をそのアルコール依存症の夫、うん、暴力を振るう夫にすり替えちゃうんですよ。うん、今も言いましたように別れればいいわけですから、うん、だから、うん、そういうようにその。 自分が幸せになれないって言えば、うん、嘘じゃないんですけどそれ以上に強い感情っていうのがあってそれは孤独を,、うんうん、を避けたいと。うん、で結局それで、うん、今あの不幸な一生を送ってしまうわけですよ。うんうん、加藤さんあの、うん、会社とも似てますよね。本当はその会会社社にいることが会社、はい 会社を辞めたい辞めたいって言いながらずっとこう上司とか会社の悪口を言いながらすごくしんどい思いして勤め続けることもあるじゃないですか。それももしかしかたら自分はちょっと自分の就職は失敗だっったなっていうことと向き合ってじゃあここを去ってもっとハッピーに働ける場所を探そうっていうふうに考えることもできるはずなんだけど。 さっき加藤さんがおっっしゃったように不幸を認めることより、不満を言うことの方を選んでしまうと、あんな会社本当に社長がボンクラだからとか、うん、上司の性格が悪いから、って悪口を言いながらすごく辛い思いをして、嫌な思いをして、勤め続けてしまうと、それいつまでも心の重荷が取れなくて、自分の生活もすごくこう、うん、辛いと、いう人もいっぱいいる気がしますね。あのー ですから「さえなければ」っていうのがよくないんですけどこのわけのわからない上司さえいなければ何にも分かっちゃいけないいない社長がいなければっていう「さえなければ」っていうところに持ってっちゃうんですよね、はい。でその自分があのこう幸せになるためにはこういう負担とこういう。 そういうリスクを背負っても自分はあの幸せになるんだっていう意味じゃないと次の会社に行っても必ず人間関係の,あの不満というのが出てきますからうそういう人ってのはまた次の会社に行ってもまた上司が何も分かってらんないであの上司さえいなければあの俺はもっと幸せになれるのにっていうふうに。 全部そっっっちちに持っていっちゃうんですよねうん、うん、だけどやっぱりそのあの上司さえいなければっていう形で職を変えた人ってのは次の会社行ってもまたそんな上司いますからパワハラするような上司っていうのはどこの会社だっているわけですよ。そのどこの会社だっているんだからもうそれはもう諦めて、はい。 受け入れないとこ、うん、んだけ不満が充満してる時には必ずそういうふうに自分を自分の方で自分の力で自分を守るっていう塾の内なる力に頼って生きるようにしないと必ず意地悪をする同僚とか足を引っ張る同僚とかっているわけですよ。そんな理想の、うん 職場ななんてないわけですからじゃあそういう人はいるもんだどこに転職してもそういう人いるもんだということを受け入れた上でじゃあ自分は何をしたいのかなとかまあどういうことだったら仕事として喜びがあるのかなとかって、ええ、まあその次に自分ができることとか選べることを考えるっていうその,あの一歩前に進むってことが大事なんでしょうかそううですねさ先ほど申し上げたように どうしてもあの自分の,あの勇気のないことを要するに孤独と向き合って生きていくというその勇気の欠如を何か他のものに見つけてきてそれと結びつけちゃう、うん、だからこの会社だから入れないっていう、うん、言うけれども日本中どこの会社行ったって。 その足の引っ張,ら引っ張り合えない会社なんていないわけですから、それど,どこの大学だってみんなそうですよね、どこ,の、うん、どこで商売やったって、それは商売仲間同士で足を引っ張る人がいるわけですから。なるほどね、孤独ってちょっと怖いなと思う気持ちも分かるな。うんうんうん あと、まあ、その今までのこと全部に精通することだと思うんだけど先生は劣等感は幻想,幻想だとお書きになってますね,ね。劣等感っていうのはものすごい強烈な感情ですから、はいはい、これはあの他の感情を飲み干しちゃうんですよね。はあ、だから劣等感のある人っていうのは、うん、その他の感情が全部この。うん ゴミ干されちゃってるから、うん、劣等感だけでで動いちゃうんですよ、うん、そうすると自分のこの俺と今言ってる会社は、うん、給料が安いけれどもまあやりがいがあるし、うん、仲間もいいしっていう、うん、そのやりがいのある仕事とか仲間とか入れるっていうそっちのいい方に目はいかないで、うんうん、どうしてもその劣等感が強いとも 他の感情全部伸び干しちゃうんですよねでそれだから恐ろしいんで、その劣等感が進化していくと、神経症ノイローゼっていう形になるんですこれはもう本当に恐ろしいもんで、それこそこんなにすごい世界の問題を起こしてるプーチンだって、結局欧米に対する劣等感でしょ。だから、プーチン説得することできないんですよ。なぜプーチン うん、説得できないかっていうとそのプーチンの劣等感ですから、うん、強烈な感情ですから、うん、他のことを全部飲み込<ー>んでいっちゃうんですよね。よくそういう意味で言うところの、ま、劣等感はもう幻想だからって言ってでも普段の生活の中でですよ生きてて。 やっぱり自分が劣等的な意識を持つことだってちょっとあるじゃないですか。それはその劣等感はもう今言うように全ての感情を飲み込んでしまうほど強いものだから、ええ、これとちゃんと距離を取るようには自分はででき人はできるんですかねそれが感を、うんその 乗り越える一つのと、うん、いうか唯一の方法っていうのは仲間を作るということなんですよね<ー>仲間意識、うん、劣等感の強い人っていうのは仲間意識がすごく薄いんですよだから劣等感を乗り越えるのに優越感を持って人を貶めて、うんうん、そして自分の優越のを確保しようとして 乗り越えようとする人と他人と仲間になって仲間意識を持ってその申し掛けようとする人と2つ分かれるわけですよ。うんはい、それでその不幸になる方というのはその優越することによって乗り越えようとする方なんです。ここれはどこまで行ったっっったたてて大統領になったって もう劣等感の塊になってる人がいるわけですし皇帝になったってアルコール上昇になる人がいるわけですから政治家がどんなに権力を持ってものすごい劣等感が強いっていう人はいっぱいいるわけですよ。だから劣等感を一番典型的なのはデモンセデスという人がギリシャ・ローマ時代にその えー、大遊牧になっただけで最後は自殺すると、はい、いうことですから、うん、ぜひですね、うん、劣等感は仲間意識で乗り越えてもらいたいというふうに思ってますプーチンの例でなんかとってもよく分かった感じがしましたよね、はい、やっぱり劣等感というのは幻想なんだと。うんまあ、例えば体が ちょっと弱くてそれで自分が持つ劣等感そんなものはもう最初ね小四さんが言った通りないとまあそこはちゃんと乗り越えられるほどの強靭な心それが最初に前回の古本でおっしゃったレジリエンスっていうことだと思うんだけどまあ先生の古本はこのようになんかいつもこう何て言うの心の中をすっきりさせるように、うん あの人を導いてくれる本になってますね。あのいろんな劣等感も含めて、うん、あのいろんな孤独も含めて、うん、あの自分の現実をどうやったら受け入れることができるのか、うん、受け入れて一歩進むにはどうしたらいいかっていうヒントがたくさんあの詰まっています。うんうん、今最後に加藤さんがおっしゃったデモステネスというあの人の例も、うん、あの詳しく出てきますので、うん、ぜひご本をお読みください、うんえ。誰にも理解してもらえない生きる辛さを抱えて心身ともにボロボロになってしまった。 人がその心の内を自ら理解し新しい自分に向かって出発するための助けになる本、うん、心の重荷の卸し方生きるのが辛い時はやり直せばいい三笠書房から好評販売中ですえぜひお読みください電子書籍もありますえ今日の大竹メインディッシュゲストは加藤泰造さんでした加藤さんありがとうございましたありがとうございました,ましたこれからもご活躍を期待しておりますありがとうございますありがとうございます